て、はる、はい、みなさんごきげんよう、スイーツ部の小声はるかでございます。イエーイ。続いて、たらひな。はい、みなさんごきげんよう、てらひなでございます。たらひな、誕生日前日。続いて、みみゆ。はい。どうしたどうしたどうした、緊張してる緊張してんの。藤崎みゆでございます。かわいい、かわいい。そして改めまして、ごきげんよう、僭越ながら今宵のお茶会の配信進行を務めます、草壁愛菜でございます。よろしくお願いします。イエーイ。毛色違うな。なんでそういうこと言うの。早いな。やめて、盛り持ってるよ。はい、まあ無視してね。ということで、こちらの新潟スイーツ部7名で配信を行わせていただきます。なぜおしゃべり会のあったメンバーもいる今日の日に新潟スイーツで集まったかと言いますと、そうですよ、ね、私は公演もねしたんですけど、実は盛りだくさんだったんですよ。そう、 ありがとうございます。じゃあ分かりますか、リカちゃん、なんでか今日は、うん、お茶会みたいなやろうかなって気分だよね気分で、うん、公演とかおしゃべり会もあるけど気分でやっちゃおうと疲れちゃったしね、最近集まれてなかったし、ね、そう、最近集まれてなかった、うん、全然やってなかったじゃんね、今年初よ多分。そう、 ね、 ね、あとはあね、お、いい感じにいい感じにね、まあ不正解なんですけど、何のアニバーサリーだったか。今日 3月12日はですね、スイーツの日だそうです。あらら、そうなんですよ。あらら、スイーツの日です。そうで、第1回のお茶会配信でもスイーツの日に何かしたいねっていう風に話してたんですけど、今回こうやって配信をお届けしています。はい、はい、スイーツの日、今日なんかスイーツ召し上がった人。はい、お、じゃあ日向部長。私結構甘いの食べました、うん、マドレーヌとガトーショコラと、うん、かなえ、結構だから5個ぐらい出てくるのかなと思ったら2つ結構でも今さ、おやつ味3本最近抜きました。そうだよね、あ、そっかそっかそっか、食べれる量が全体的に減ってるから、うん、そう、うん、それと茶碗蒸ししか食べてないから今日は、うん、あ、そっかそっか、ギリギリスイーツ、ギリギリギリ茶碗蒸しいけるスイーツで3分の2スイーツでした。確かにね。ミミもなんか食べましたか。はい、私は今日アイスを食べました。あ、さすがアイス好きだもんね。美味しいよね、アイス、アイス。はい、ということで今夜はこの配信があるということで、どんなスイーツがいただけるか楽しみにね、みんなしてきたと思うんですけど、でもないんですよ、何も。いや、そうですよ、飲み物もスイーツも何もないんですね。スイーツはどうなってますの。ほんまにどうなってますの。ほんまになんでですの。どうなってますの。どうなってますのこれ、ほんまにってね、なるじゃないですか。でも、まあ、予算の都合とかもあるんですって。ありゃ。でも諦めてはいけません。この後スイーツが出てくるかもしれませんので、皆さんご期待ください。おにょおにょ。そして今夜の配信は NGT 公式ショールームで、この皆さん前にあるショールーム、こちらでもね配信していますが、各部員がそれぞれのショールームやインスタやあと TikTok かな、はい、TikTok、そうで配信したりしてますので、皆さんそれぞれのいろんな画角から楽しんでいただけたらなと思います。そして新潟スイーツ部からいろいろとお知らせもございますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではお茶会を進めていきたいんですけど、まあ、今日はスイーツの日なんですが、明日3月13日は何の日か。春。はい、わかりますか。春が来た。明日3月13日、私の大親友の寺ひなちゃんの誕生日です。大親友ってことですか。大親友のつもりではなくはっきりはっきり、優雅できないから大親友ではないけど、はい、まあ、同じちっちゃいもんくらい、はい、そうだ ね、 そうね、はい、大親友ではない、うん、はい、はい、大親友ぐらい、ちょい親友、お友達ぐらい、お友達ちょい親友でもないです、お友達ぐらい、リアル仲良くしてまあそうですね、明日3月13日はね、テラヘナの誕生日、おめでとうございます。おめでとう。そしてここでお祝いのケーキとスイーツが登場します。ではそちらのリカちゃんとハル取ってきていただいてもよろしいでしょうか。
一緒に行こうとかさっき言ってたじゃん。ね、怖かったよね。ね、怖かったのに今なんか。ハッピーバースデートゥーユー、ちょっと段差が、ハッピーバースデーディア、はい、ちょっと待って、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアテラヒナ、かわいいチーズケーキだ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、イエーイ、おいしそう、何ケーキだろう、かわいいよ、難しいね、これすごい、これ何、すごい、なんかダメだ、主役より先に開けちゃう、なんだろうって今開け落としてましたけど、なんだろう、そしてね、花束も ありがとうございます、春から、ありがとうございます、すごい、すごい、こちらね、こちらの花束が青とオレンジでアルビビービーさんのカラー、ありがとうございます、ハッピーバースデー、すごい、めっちゃかわいい、おめでとう、おめでとう、え、かわいい、何があるの、レアチーズケーキか、美味しそう、可愛そう、あと越後姫もあるし、最高、あ、箱2つが気になる、これ何なの、美味しそう、めっちゃ、なんだろうね、その箱、え、何があるの、なんか、いいね、え、リカちゃん、何したの、なんだろうね、その箱、え、本当に気づかなかった、絶対さ、ここから書籍にさ、ねえ、持っててたよね、テラヒナのだよじゃないよ、何その変な、どっから声出してるの、マカロン食べてんな、中井梨花が美味しそう、開けてみようか、なんだろう、予想はもつかないね、その箱の形なんだろう、ね、予想はつくよあ、なに、マカロンだ、マカロンか、意外、意外、え、好きなのマカロン、え、意外、1個足りないかもしれない、え、1個足りない、なんか並び的に、ほんとだ、1個足りない、3、3、2みたいな、映えにちょっと良くないね、3、3、2は、本当ですか、ね、確かに見て、このみんなの視線いいんじゃない、口引かない美味しいマカロン、いや美味しそうですね、美味しそうだよね、ありがとうございます、イエーイ、じゃあこっからみんなでちょっと食べながら ね、ゆっくり配信していきますか、でかい箱は、あ、じゃあ確かにね、何、はい、テラヒが先に選んでほしい、確かにね、でかい箱気になる、めっちゃ、え、なに、なに、クリームチーズケーキ、チーズケーキ祭りってこと、ね、本当だ、美味しそう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 、それなら日向も食べれるかも、あ、よかったね、オッケーってマカロンは食べれないか、マカロンは前歯ならいける、前歯、ありがとうございます、食べれるっすよ、前歯使って食べましょう、食べよう、これ何がいい、マカロン食べよう、ピンクで、ま、ピンク、はい、ピンク、ありがとうございます、ピンク完売しました、多分もう一個あった、確かにピンクが一個なわけないんだよね、選んで、うれしい、テラヒナちょっとテラヒナにねお話をね伺いたいんだよ、テラヒナ特に、あ、ありがとう、ありがとう、ごめんね、ごめんね、ね、あのさ主役なんよ主役がさ、ごめんね、端っこの先輩ここで座ってるしかもマカロンも送ってね、あぶねえ、みゆみゆと次ぐマカロン長いな、選ぶの多分3分ぐらい選んでるな、え、ゆっくり選びな、美味しそう、ロイヤルチーズ、じゃあ皆さんちょっと準備しながらでいいんですけど、まあ、テラヒナにね、まあ、18歳に18歳です、若い、18歳、やばくない、分かる、じゃ疑うよね、え、18歳なのまだ、はい、18歳です、ひよこやまだ、若い、だから、からありがとう、ありがとう、1回で5歳としたよ、私もありがとう、ありがとう、テラヒナ18歳の抱負とかありますか、はい、え、でもすごい、うん、18歳はとにかく楽しんで活動していきたいと思いますし、うんうん、こう新潟スイーツ部に入れて、うんうん、こう新潟スイーツ部のロケもこの前やったので、ちょっと今抱負すいません、抱負言ってるんで、ちょっと今味選んでるんで、いやいや静かに選んでもらっていいですか、
カヤの話聞きたくて、はい、で新潟スイーツ部のロケすごい楽しくて、うん、なので新潟スイーツ部にたくさん出れるようにと、あとたくさん美味しいもの食べて、うん、で新潟スイーツ部を通して知ってくださる方が増えるように頑張りたいと思います、うんうん、最高の抱負だ、素晴らしい、最高だ、これ以上ないこれ以上ない、ありがとうございます、おめでとう、本当におめでとう、一日早いけどね、はい、じゃあこのテラヒナのね誕生日ということでスイーツがね、はい、用意していただいたのでゆっくり食べながら配信していきましょう、はい、いただきます、ありがとうございます、皆さんこぼさないように、いただきます、配信をね見てくださっている皆さんもお家にスイーツがあれば、はい、ぜひ、でもみんなさめっちゃ美味しそう、ロケ行ったのよね、みんな行ったね、行った行った、え、めっちゃ楽しかったよね、めっちゃ楽しかったロケ、最高のロケだなって思って、うん、え、なんかさやりながらさ割れながらいい部活作ったの、え、本当にそう言ってたよね、うん、言ってた、ひなたに大感謝だった、うんうん、ロケした時ずっと言ってた、ね、うんまほんでこのチーズケーキいただきます、美味しい、しっとり系な、ロイヤルクリームチーズケーキってもう名前からだって美味しい、あ、結構大丈夫、食べれる、うん、カフェイン、うん、うん、今の結構キュンポイントだよ、固めのチーズケーキだったなと思って、うん、付き合ってたらこれが、うん、オッケーオッケーオッケー、ありがとうありがとう、嬉しい嬉しい、スフレ感もあるね、どうもマカロン、え、めっちゃ美味しいです、うん、大好物も、え、大好物マカロン大好物だったら、うん、マカロン美味しいよね、うん、みんなもなんか食べてるかな、うん、わらび餅があったから食べます、いや本当に本当にスイーツでいい部活やね、しかもさ、なんか高かったって、え、だってロイヤルクリームチーズケーキなんて名前聞いたことないもん、ロイヤルだよ、ロイヤ ロイヤル、本当だ、めっちゃ美味しい、限定品なんだ、やっぱりみんながおしゃべり会と公演頑張ってたからじゃない、あれみんな、みんながみんなが、ひなた、私は町屋のお人形さんを巡りしてて、おかしいな、休日過ごしてるな、やっぱりちゃんといい日、村上市スペシャルアンバサダーだから、まあ素晴らしい、ね、それはやんなきゃだね、舞台も頑張ってたしね、舞台も頑張ってたから、うん、ありがとうございます、うん、ご褒美の日です、うん、ありがとうございます、粒とかみみど美味しい、なんかあそこだけ雰囲気違くない、ちょっと、いや、わかる、なんかほんわかルームみたいな、ハッシュタグ消えそうな色コーデそれな、ね、かわいい、あれ、ひがちゃん、いちごがない、いちごなくなってる、いちごがない、みんな見て、いちごがない、いちご姫なくなってる、2箱、実はくっついてるくっついてくるから持ってきちゃおうみたいな、でもさすがに1箱にしようって、うん、くっついてたこざるを得なかったボケ的にもいや、みんな一番ひなも食べてもらって、うん、まあちょっとずつね、ちょっとずつ取ってもうん、食べながら、まあ、進めていくんですけど、お茶会の方も、はい、まあ、ご報告もね続けさせていただきたいと思うんですけど、まあ、昨年本間部長の本間部長の誕生日11月10日から BSN アプリと YouTube で NGT48 の新潟スイーツ部が始まりましたが、皆さんご覧いただけてますでしょうか。でもすごいみんな感想とか言ってくれますよね、スイーツ部見たよとかお店行ったよとかね、まあ、改めてどんな番組か、じゃあみゆみゆめっちゃケーキ食べてるな、タイミング、タイミング絶妙だ、めっちゃいい食べてるな、台本にあるからね、そのまま読めば大丈夫だよ、うん、BSN 新潟放送さんのアプリと YouTube でお楽しみいただける番組で、うん、新潟スイーツの部員が新潟県内のカフェや喫茶店などに伺って、うん、スイーツやフルーツなどをいただくという内容になっています、はい、毎週水曜日5時から最新話が配信されておりますので、ぜひご覧ください、素晴らしい素晴らしい台本読み、素晴らしい聞いてた、忠実だありがとうございます、部長がお茶を、めっちゃいちごいい匂いするんだけど、ね、すごいいい香り、
え、つぐとかはさ、ごめんすごいシーズンジャジャーってやってる時に申し訳ないんだけど、つぐはさ、その春とペアだったじゃない、どんな感じだったのロケとか。すごい、私、うん、その春ちゃんと一緒のロケで初めてだった。うんうん、もうひたすら楽しかったよ。あ、もうずっと楽しかったよね。ずっとだったもんね、今もずっと楽しかった。もうずっとプライベートでした。ね、わかる、うん、本当にプライベートだよね、これでいいのかなってぐらいさ、うん、ね、本当にプライベートの私たちをそのままみたいな、うんうん、ね、本当になんかコンセプトの女子旅、うんうん、みたいなのが本当にそのまんまで、うん、Vlog 調の動画で、ね、なんかそのほんわかした雰囲気を楽しんでもらえてるのが伝わってきたりとかして、ね、すごい良かったなって、ね、本当に本当にありがとう、スイーツ部に入れてくれて、ありがとうございます、本当にありがとう、ありがとうございます、本当に一生言い続けるねこれ、一生言い続ける、どうする、うん、3期生入ってきたら、確かにやめよ、やめよ、結構ガチに言う春がやめよ、でもさ絶対にやめよ、でもさ、うん、愛ちゃんがさいなくなるんで、はいはい、あ、じゃあさ一枠だね、うん、あ、寂しい、なんか自分のとこに誰かいるの、じゃあやめます、絶対やめる、入れるのやめよ、いやでも3期生多分入りたいっていう子多いと思うよ、絶対、どうする、入れてくださいって言われたら、いや、どんなにスイート好きアピールしてきても一旦考えるわ、一旦考えるで逃れる、逃れる、春はなんで、ね、やだ3期生入って、スイーツ部、うん、だって回ってくる回数が少なくなって、そうね、確かに、まだ2人ずつロケしてるもんね、1回しか行ってない、そう、まだ1回しか行ってない、うん、確かに、私も多分私だけかな、あ、確かに、私たちも、ね、あ、そうだ、かどちゃんの卒業で、卒業記念です、ね、めっちゃさ、羨ましかった、スキー場行ってた、そうそう、ちょっといっぱい遊んできて、ね、スキー場も行けて、なんていいロケなんだって本当にそう、本当に震えた、ね、でもそのスイーツ部じゃないメンバーが出るのはさ、うん、初めてだった、確かに、ね、卒業スペシャルって形でさ、うん、ね、ね、でもね、それもさ、もう3人のさ雰囲気がめっちゃ可愛かった、ね、わかる、ふわふわしてね、楽しかった、角がさいてくれてさ、うん、いい味出てたよね、まあ、わかるわかるなんか、ね、ゆっくり時が進むのよあの2人はね、うん、異次元、わかる、かわいい、そんな感じでロケもしてまして、本当に楽しいロケを行わせていただいてます、はい、ありがとうございます、ということでここでですね、今日の大きな企画でございます、次回のロケに参加する部位を決めたいと思います、そんな、はい、ただし1名だけです、なんで、なぜかというと次回のロケは4月に配信する予定なので、私がもう4月で卒業なんですよ、なので私確定らしいんです、1人は私、もう1人の枠を今日決めたいと思います、ひなたじゃない、ん、ひなたじゃない、ひなた部長特権みたいなのは舞台のあるので、はい、なんとですね今回枠4枠しかなくて、テラヒナはね、そう、3月に一緒にロケを行わせていただいたばっかりなので、はい、8週連続私たちになっちゃうんですよ、はい、テラヒナ、だからそう、テラヒナとあと舞台のあのお稽古がの方があるみたいで、3月中に撮ればいいやん、はい、まあ無理なんですって、なので忙しいからね、そうなんですよ、なのでみゆみゆ、つぐみ、はる、りかちゃん、まあ、一緒にロケしたことあるじゃん、そうなのよ、これリバイバルもありってことですか、どう、ありですかね、うんって言ったら、ありです、じゃあ本番前なんか私はいいよやったしみたいに言ったけど、今すごい目ギラギラだったの、流れを組んだやん流れを組んだやん、流れを組んだやん、優しいねあ、じゃあこの阿弥陀くじで決めるんですか、そうなんです、こちらの阿弥陀くじで決めていきたいと思います、大事だこれは、私は不参加のらしいんですけど、ね、ちなみにですね、聞くところによると日下バイナ卒業記念スペシャルということで、これまでにない高級スイーツやフルーツをいただけるロケになるとかならないとかだそうです、なんで参加できないんですかなんでこのアメダクジにも参加できないんですか、結構なのでダメです、ダメです、なんで、だって私さあ、もうさ、アイニャのさ卒業公演にも出ないことがさ確定してるんですよ、そうですね、最後の思い出でね、もしかしたら今日が最後の思い出みたいな感じになっちゃう、まあ決めていきましょう、笑い事じゃないよ
笑いながら今日が最後みたいな感じで明るく明るく行こうと思ってこれどうします、私書いちゃいますか、どこがいいとかあります、どう決めてく、これなんか前髪いじってますけど、本当だ、選びな選びな、選んじゃえ、さっき見つけ笑いしてた、アイニャちゃんにお任せする、アイニャちゃんにお任せ、いいんですか、選びたい、はい、いや全然選びたいなんで選びたいの、言って言ってカットする、見せて、え、どこかってこと、うん、みんな任せます、一番右、一番右ね、じゃみんなも決めよう、じゃあどうしようかな、リカーでいいか、どこがいい、みなたんかわいそう、そんな悩んでもね、わかんないのよ、あみだくじだから、みなたんかわいそう、みなたんかわいそう、そっち隣ね、ひなた、あいちゃんがさ卒業発表した日さ、一人でさホテルで泣いてたんだけど、かわいい、辛くて、春ここ、ここでいい、ごめんね、残り物になっちゃった、残り物に服があるって言うからよし、では開けますね、行きたい、行きたい、わ結構ある、結構あるよ誰から行く、あじゃあ私からでいいですか、はい、じゃあ行きますね、あじゃあひなたお願いします、ちゃドキドキする、あじゃーん、ほん本当に本当にもっと悲しそうなの出して、やばしいじゃあ続いて次行こう、次行こう、じゃ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 、上、あ来たんじゃない、上、行くね、上にも行くんだ、え、めんどくせえなこれ、え、違う違う違う、あーダメでした、残念ここでした、え、すごいこの阿弥陀くじ本当に当たりある、じゃあ次みゆみゆあるよ絶対行きます、はい、じゃ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 らじゃじゃじゃん、おー合ってる、合ってる合ってる合ってる、え、こういうやり方、うん、あ、みゆみゆです、みゆみゆだ、春はやってないんですけど、一応やったか、春はどうかな、やってみよう、全然言ってもらっていい、厳しい厳しい、雑にやってたら怒られた、だってさもうさ違うってわかるもん、あーダメでーす、ちゃんとリアクションちゃんとリアクションしてる、はい、ということで次のロケはみゆみゆと私に決定しました、イエーイ、はい、いいなー、嬉しい、ということで一緒に高級スイーツをいただきましょう、はい、ということで DSL のスタッフさんよろしくお願いします、素敵なロケにしてください、ね、楽しみです本当に、最後になっちゃうので楽しみですけど、ね、どこ行くんだろう ね、高級、高級スイーツって、だからさ私そう、つぐとひなたとはるはロケせずにね卒業終わっちゃうので、え、許せない、寂しい、私だって許せないよ、許せないよな、許せない、何なんだ、大きい声出しときゃいいかなみたいな、何やねん、参加してるかいるかな大事大事、声出すの大事、うん、許せないよ、いや寂しいんですけどね、まあ、最後のロケみゆみゆと楽しんでいきたいと思います、はい、楽しんできてください、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、続いては新潟スイーツ部からの大切なお知らせです、おー、なんとこの度新潟スイーツ部の公式グッズが販売されることになりました、やったー、いや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 、ずっと言ってましたね、作りたいっていう風に、はい、ということで実はもうサンプル品ができてるそうなんです、早っ、ということでここでお披露目したいと思います、うん、じゃあ誰がサンプル品どうしようかな、つぐお願いしようかな、やったね、やったね、行っちゃうよ、行っちゃってください、行っちゃって、これ知りました、あれかわいいんだよで、みんなの公式のから、え、待ってめっちゃかわいい、え、初めて見た、初めて見た、今見た、今見た、めっちゃかわいい、やばいやばいやばい、え、あれ買った方がいいよ、ほんとこれは絶対、めっちゃ可愛い、あれ本当に買った方がいいやつなの、うんうん、ガチでこれガチです、ひなたが言ってるんでこれガチです
まずじゃあ公式のショールームから見せ方合ってる伝わるよさ指本人1本しか使わないやん。こちらは何ですか？手に、はい、手にもこうそうね人数がね多いからね、はい、今回制作したアイテムはアクリルスタンドキーホルダーとなっております。はい、ということで漫画家のキューマハートさんに描いていただいた部員の 2D キャラクターを採用したスイーツブラシカーチーアイテムとなっております。かわいい、すごい。あ、じゃあスタンドにもなるしキーホルダーにもなる。そ う, そ, うそうなんです。じゃあみんなに配って、みんな自分のに見せればいいか。はい、ごめんね、すぐちょっと仕事が多くて。なんかさ、メンバーによってさ色違うんだね、うん、で思った、チェーンのところが違うね。うんうん、今ツーが配ってくれてます。いやでもグッズはさ、もう最初の時からさスイーツ部で作りたいねって言ってたから、うんうん、めっちゃ念願。ありがとう、ごめんよツグ、ありがとうありがとう、じゃーん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。かわいい、かわいい、後ろもさちゃんと後ろ頭になってる。ほんとだ、後ろも後ろ姿だ、かわいい。え、待って、めっちゃ好きこのグッズ。かわいい。私赤なんだ。かわいい。本当だ。かわいい。赤が立った。すごい。ちょっと一回しか言ってない。なんか聞こえましたね。遥かが立った。なんか呪文みたいな。遥かが立った。これめっちゃ良くない？ね、このスタンドにさ、スイーツ部のロゴが入ってるのがめちゃめちゃ可愛い。ね、なんかさ、スタンドにさしてさ。そのロケ行った、うんうん、カフェとかさ行ってもらってさ、うん、写真とか撮って SNS に上げてもらいたいとか。めっちゃいい、うん、めっちゃいい、ね、それめっちゃいい。かわいい、これ7人分揃えたいですね。確かにめっちゃ可愛いと思う、並べたら。なんかここのねチェーンのところが7色になってるんだよね、うんうん、メンバーそれぞれでね。かわいい、かわいい、いい感じ。なんかラーメン部の大塚菜奈美ちゃんが最近 T シャツ出したの知ってます？知ってます、あれやばい、ね、あれに比べたらね、こっちの方がこういう可愛い。でも意外と好評らしいんですよ、その菜奈美ちゃんのグッズが、ね、って聞きましたよ。どうなの、ワニよりもニーワーニには勝てないんじゃない。今一番の声量出たけど、ね、うん、ワーニには、ワニが一番だね、ワニがいっちゃうよ、ワニがいっちゃう。まあ、これこのグッズがヒットしたらですね、まあ、この次回のお茶会配信が豪華になる可能性ありますよね、うん、でこういうさ3段のさ、うん、なんかアフタヌーン1人1個しかも1人1個どの段にもめっちゃ全部乗ってて、それがいい、めっちゃいい。で紅茶もちゃんとあって、うん、で下の段にちょっぱいやつちょっと置いてある、うん、めっちゃいい、ね、え、それ目指そう、それがいい、それがいい、お願いします、お願いします、春が誰が、お願いしますお願いします、ご購入をご検討ください。なんか元気なやつらな、なんか嫌な部活になっちまったな、嫌だ嫌な部活だな、最初さご機嫌よみたいなやつもう一回も思い出してない。でもいつからとかまだなんですよね。いや決まってます。ます、はい、こちらのアイテムは3月17日もうすぐですね、17日木曜日午前10時から NGT48 オンラインショップにて販売受付を開始します。よろしかったら皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちなみにねこれみんな持ち帰っていいそうなので、え、宣伝を、みんなくれるみたいなので、リュックにつけよう、はい、リュック確かにいい、あ、じゃあリュックにつけよう。じゃあ私もリュックにつけよう。私もリュック持ってないけど。リュックにつけよう、はい、まあ、みんなね宣伝もねちゃんとしてねお願いしますね。最近リュック買った。あ、そうなんだ、どうでもわかる、死ぬほどでもいいや、うん、本当に久々にメンバーあったからね。そうだ、2ヶ月ぶりに会ったね。確かに知らなかったもん、リュック買ったの。そうだよ、知らなかった、みなさんリュック買ったの。えぇ、ー、何素材のためにリュック買った。えぇ、ー、何色形は黒、かわいい、いいの、ありがとうございます、はい、やめなよ
よ、キリスト侍とか。はい、ということで続きまして、各部員からそれぞれお知らせがあるとかないとかということで、せっかくの機会なので、じゃんじゃん、なんかお知らせがありますって方はお願いしたいんですけど。はい、お、じゃあ次、じゃあ私からちょっと告知しますね。はい、ですね、昨日から公開になっているんですけれども、 NST さんの YouTube、はい、大好き新潟チャンネルにて私が出演した企画が配信しました。おー、私もついに今年で20歳になって、ね、そうだ、今年20歳12月で12月で、そうなの、20歳、ね、もう20歳になっちゃうんですよ。で、来年成人式を迎えるということなので、4番の皆さんにあるスタジオアリスさんで振り袖を着させていただくロケをしていくので、ぜひ見てください。めっちゃいいじゃん。え、振り袖着たの？着たの。え、見たい。後で見して写真。あ、でも YouTube も見ます、もちろん、ね、もちろん YouTube も見るんですけど、え、つぐの振り袖とかさ、泣いちゃうね。泣けるよ、泣けるよ、育ててきたもん、うん、ねえ、本当にそう。ママママママどうしようかと思ったら、お前らに育てられたと思う。私もそっちで来るかな、つぐと思ったら、やっぱつぐはつぐでした。はい、ということで同じチャンネルでね、リカちゃんの温泉ロケも見れるんですね。そうなんです。いやー、ちょっと出してるんです。出してる？マジか。もうこうなってこうなってる。やばいやばい。みなみな。絶対みな。みなみな。絶対みな。早く見た方がいいよ。はい、ということで続いてリカちゃんからお知らせお願いします。なんだっけ、はい、はい、私が、ね、一から立ち上げたアパレルブランドリーキャンディーがですね、うん、あのおかげさまで追加生産が決まりまして、うん、すごい、はい、再販が決まっております。ちょっと生地の関係とかでトートバッグとか一部再販できないものもあるんですけども、うん、ほとんどの商品が再販になるので、よかったら皆さんチェックしてください。すごい、うちのママがさ、うん、あれもらえないのかなって調整します。調整します。生地がとか言ってたのに生地が今とか言ってたのに、今月30日発売のです、ね、うん、月刊エンタメさんでの連載の月刊クラウディークラウディーにてですね、ブランドの紹介とクラクラメンバーに着せたいアイテムについてお話ししているので、そちらもお楽しみに、うん、そっちもいいですね。クラクラぜひチェックお願いします。いい、いや、一から立ち上げってさ、すごすぎない？ガチで、もう、変すぎても、いや、ないよね。途中からずっともうやめたいと思ってた、うん、いや、もうこうやって形にしてるのが本当にすごい、うん、そう、だから良かったなと思って、うん、何なんか何何さ、分かる、最後の顔なんだろう、ね、しかも追加生産も ね、 ね、決まってね、本当にすごい。はい、じゃ続いて日向から。はい、私はですね、先ほどもちょっと話題に出た通り、うん、4月の28日から俳優六本木の俳優座劇場で、富士見町アパートメント2022という舞台に出演します、うん、私は、この舞台は2部作になっていて、うん、その一つの方海へという作品に、出演させていただきます。4月28日から5月8日まで全15公演ありますので、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。いや、すごいね、サザエさんの舞台終わって、はい、すぐ、本当にすぐだね、本当すごい、本当にすごい、もう女優さんだね。いえ、あ、はい、困っちゃってる、はい、でも頑張ります。サザエさんとはまた全然、ワカメちゃんとは全然違う役なので、うん、また新たな一面も見に行きたい、ぜひ来てください、ね、皆さん頑張ってね。そう、サザエさんはね、ちょっとコロナの関係で新潟のメンバー全然お呼びできなかったので、そう、なんかちょっとあのハードめな内容かもしれないんですけど、はい、見たいです。こちらの舞台見てほしいです。見たいです。頑張れ日向部長、頑張れ、頑張れ。いきなり大きい声出してくる、なんかね、なんか盛り上げようかなと思って盛り上がり足りないかな、ありがとう、盛り上げてみた、ありがとう、はい、ということで続いて、合ってない頑張ったんだけどな。続いて春、私からは、数ヶ月前に始めた YouTube チャンネル、うん、はるかむら公式チャンネルのお知らせをしたいと思います。皆さん、チャンネル登録してくれてますか？してますよ。もちろん。
見てくれてますか？もちろん。じゃあ2回目の動画何だったか覚えてますか？ありがとう。ちょっとクリニックでシャーベットピンク流れてたって。嬉しいね。嬉しい。本当に？クリニックで？めっちゃどこのクリニックだろう。教えてください。後ででもこの間整体行ったら坂を流れてた。整体行ったら坂を。嬉しいね。整体行ってくれたんだ。嬉しい。いろんなとこでね NGT の楽曲が流れてて嬉しいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてあれ今どこでしたっけ。あ、そうでした、はるか村チャンネルね。毎週火曜日に今のところアップしてるので、これからもっと、どんどん更新頻度も上げていきたいなと思ってるので、ぜひ全部よろしくお願いします。結構やりたい企画とかさ、自分で考えてるの企画とかは。そうですね、村民のなんか、村民村役場の人と一緒に、私も一緒にみんなで考えて。あ、みんなでね、そうなんだ。スーパーで世界の人にも流れてる。嬉しい。スーパーで踊っちゃうんだけど、スーパーで企画って。邪魔しないでください。怒られる。お願いします。いいね、頑張ってください。ね、一人で YouTube チャンネルで本当すごいね。すごいね、本当に。ありがとうございます。頑張れ。頑張ります。なんか社長で出たらしいじゃん、フローラの。そうなんです。あ、それ見ました、電話で。あ、見てくれましたか？私見てるって。私も見ました。フローラの社長出てました。あれですよね。で、セラヒナが多分見てないんです。あら、見ました、ね、見抜かれてる。あれ、ちょい親友だ。ちょい、いや友達って言ったから。友達ね。セラヒナ見てる？友達は見ないよね、さすがに。あの、何個か見ました。何個か見ました。なんかおもろかったやつとかある、うん、印象に残ってた。あ、でもあの、パソコンのタイピング、あれ面白かった。お、やったじゃん。だってそれ、でもサムネ見ただけでわかるから、うん。あれ、ちょっとずっとギクシャクしてんの。いました、いました。友達だから。友達だから。友達だからね、見たよね。見た。まあね、皆さんもぜひご覧ください。はるか村チャンネル、はい、お願いします。はい、続いて、寺ひなから。はい、お願いします。はい、私はロッチ ×NGT48 のアイドルってなんだで、古舘葵ちゃんと諸橋ひなたちゃんと一緒に新潟精神女子校ダンス部の皆さんと創作ダンスに挑戦しています、うん。はい、この結束力だ編がどういう形で完結するのか、私はまだまだわからない、わかりませんが、一生懸命自主練を続けていますので、うん、最後までぜひ見届けてください。よろしくお願いします。まだわかんないんだ、どう完結するか。そうなんですよ。だから最終回も、うん、でももうすぐ来ると思うんですけど。確かに確かに。今自主練をみんなで頑張ってる最中。確かに。楽しみだ。そう、はい、アイナンといえば私もですね、あの愛着だ編という、うん、愛着だ編で、あのひのちゃんとななみちゃんと一緒に今絵を描いてまして、はい、メンバー数28人と、メンバーとロッチさんを含めた、はい、結構さ不安なメンツが2人ほどいるけど大丈夫なの？もう超でっかい看板。大丈夫？うん、そう、この LED、うん、多分半分ぐらいの。え？鬼デカ看板を今。ひのちゃん、ひのちゃんに任せるのはすごく適任だと思うけど。ななみと愛にある。ならない？大丈夫。で、下書きも終えてるんですよ。え？もう？そう、私スイーツ部のメンバーも何人か、あのね、3人でいろいろ担当してるんですよ。このメンバー書くねみたいな。スイーツ部のメンバー何人か書きましたね。絵で？はい。ひのちゃんが担当したメンバーもいれば、ななみちゃんがちょっと絵だけに絵みたいな。すいません、まもなくつまのすいません、初めてリカちゃんのスルーしちゃいました。思いなさすぎる。そうだからね、そちらもねまだ完結してないので楽しみにしておいてほしいなと思います。はい、で寺ひなはね、はい、もう一つ連絡が、連絡が帰りの会かな。学校の帰りの会。リカちゃん広げちゃうから、一個見つけると報告がね、報告が、報告
はい、NCT48 の公式サイトの企画として、うん、テラヒナ BB というバスケットコラムを書かせていただいているんですけど、ちょっと前にあるバスケット関連の取材を受けてきたので、うん、間もなく告知されると思うのでお楽しみにしててください。めっちゃ楽しみだね。それもね、よろしくお願いします。コラムすごい ね、 ねえ、もうね、ずっと続けてるもんね、うん、本当に、うん、続けるってめっちゃすごい、はい、どちらも楽しみにしておいてほしいなと思います。思います。そして続いてみゆみゆから。はい、私からじゃあご連絡をいただきます、うん、私と、うん、このこのこの名前出てきてなかった。こちらとこのこちらにいらっしゃる。あれ悲しいね、つぶ。マシモカワちゃんと3人で、あのこのねスイーツ部ともう一つちょっと兼任させていただいてまして、あら、ちょっとラジオラジオ部ラジオ部、何がおもろい、何がおもろい、ラジオ部というやらせていただいてまして、うん、ラジオトークというアプリで、うん、3人それぞれがパーソナリティを務めて、うん、ラジオを配信しております。うん、ずっとイライラしてるな。ずっとイライラしてるな。私は毎週水曜日22時からみーちゃんと放課後デートというラジオをやらせていただいております。つぐみさんも、はい、はい、私は毎週日曜日の23時からつぐみの安眠ラジオというみーちゃんとそんなラジオをしてるんですけれども、明日の23時なのでラジオとかぜひ見てくださったら嬉しいなと思います。ぜひぜひラジオトークの方も聞いてみてください。あ、聞くよ。上手と下手の温度差すごい。下手ここ3人全然話しない。可愛かった。可愛かった。可愛かったよね。でもさ、その部活の掛け持ちってどうですか、部長からして。だってスイーツ部とラジオ部。確かに、ね、でもなんか最近皆さん忙しいから。なるほど。なんかやっぱ NCT 離れて思ったけど、うんうん、なんかメンバーみんな忙しくないって思ったよね。いろいろやってましたね、最近は。本当にアイドルってなんだ、うん、でもいろんなことに挑戦したりとかしてて、うんうん、やっぱ忙しいですけど、あの NCT48 のね魅力をそれぞれがね、あの発信してるっていうことで、うん、より一層スイーツ部にも力を入れて頑張ってもらえたらなと思ってます。素晴らしい。日本みたいな言葉。はい、素晴らしいじゃん。いや、これがねやっぱぶっ、うん、そう、本間ひなたなので。そうだね、これが本間ひなたです。皆さん知っておいてください。これが本間ひなたです。はい、ということで、まあ、最後、まあ、私さっき私からなんですけど、まあ、さっきもねちょっと言ったんですけど、はい、私もアイナのそのアイドルってなんだで、その今看板制作をしてまして、まあ、4月末に卒業が決まってるんですけど、最後のもう大きなお仕事としてやり遂げたいなと思ってるので、ぜひ応援してほしいなって、ありがとうございますっていうのと、まあ、NGT メンバーとしても、そして新潟スイーツ部部員としても最後まで駆け抜けますので、皆さんよろしくお願いします。寂しい。寂しい。私も。でも頑張って。え、うん、ありがとう。そう、気になるんだよね。今みんな寂しいねの話してる時に、はい、ガチ会議。なんか、うん、社長から LINE が来て、うん、メンバーに絡まれ囲まれると爪痕残せませんね、笑ってきて、うん、すごい震えてたんですよ、私今。それをリカさんに相談したら、うん、話聞いてない人になりました。そういうことね。だって今相談することじゃないもんね。すいません。まず、あの配信中に LINE してくる社長がある。確かにそうだ。全てにおいてそれ、うん、そう、春悪くないよ。それちょっと怯えちゃったんだ。確かさっきよりなんか、ね、急にね、そんな LINE 来たら自分頑張らなきゃって思っちゃうもんね、うん、もう終わるのにね、配信、うん、さっきより肩キュッてなってるけど大丈夫、ね、肩幅狭まってる、うん、狭まってる。大丈夫、肩幅2センチ。うん、ゆったり お届けしましょうね。すいません、はいはい、はい、ということで、はい、各部員からのお知らせでした。新潟スイーツ部の活動とともに部員メンバーそれぞれの活動の応援もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで皆様と楽しいひとときを過ごしてまいりましたが、残念ながらお別れの時間が近づいてきました。早っ。はい、めっちゃ早いんですけど。早いね、まあ、久しぶりに新潟スイーツ部全員7人全員揃っての配信だったんですけど、うん、ね、振り返ってみて、でもテラヒナはね、明日誕生日ということで、はい、今日お祝いもあって、はい、どうでしたか、配信。あのさ、ケーキ食べて、うん、確かに確かに、食べよう、終わる前に、ね、そう、テラヒナのルームでさ、ちょっと見せて、確かに
うん、絶対見せるべき。確かに。なんか、あ、じゃあお渡しします。私が、はい、めっちゃ可愛いの。ねえ、可愛い。写真映えだ。なんて書いてあるの？新潟スイーツ部テラヒナ。おお、ビーバイスで。めっちゃ可愛い。素晴らしい。そして光が白いからね。うん、あ、いいよ。可愛い。それもチーズケーキかな。確かに。写真とか撮る、ね。そしたら食べない方がいいか。確かに。ね、写真撮りたい。チーズケーキ好きなの？え、大好きです。よかった、ね。だからじゃん。だからですかね、だってそうだよ、だってチーズケーキ祭りだもん今日。だからじゃん。だからじゃん。チーズケーキになれるよね、もはや。ん？ね、チーズケーキ嬉しいね。テラヒナ好きだもんね。はい、違うから。ありがとうございます。カラエルワールドに。よかったね。はい、ありがとうございます。おめでとう。嬉しい。ありがとうございます。春はどうでしたか？久しぶり7人揃っての。なんか怯えてる？怯えないで。大会で肩身狭いのよ。そっか。肩幅2センチだから、うんうん。大丈夫よ。ゆったり配信。落ち着いて落ち着いて。うん、社長のことなんて忘れて一回。7人揃っての配信。7人揃って3回目ですよね。うん、どうしたどうした。めっちゃ汗かいてる。大丈夫？大丈夫。うん、変な汗かいてる。大丈夫大丈夫。ねえ、どうしよう。私本当にどうしたらいいの？大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。うん、自分らしく。自分らしさを忘れないで。自分らしく。優しい先輩。うん、いや楽しかったです。はい、どうでした、はい、なんか、うん、チーズケーキにチーズが使われているのは、うん、チーズを作ってくれてる牛さんとか、うん、牛乳農家さんとかのおかげなので、うんうんうん、あ、巻いてって巻いてって、すごい感謝の気持ちと、うん、私もあの牛に、春香村の牛に感謝を伝えたと、ね、はい、思います。わあ、いつものある春香村だ。よかった。危ない危ない。はい。まあ嬉しい報告もねたくさんありましたし、皆さんグッズの方もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでご視聴いただきました皆様、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。今後とも新潟スイーツ部をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。最後はごきげんようで。ごきげんようなんだ、はい。今までコンセプトフル虫だった。はい、最後に思いっきり。おやすみなさーい。ここぞとばかり。おやすみなさーい。ごきげんよう。ごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。個人配信も終わるか。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみ。ありがとう、見てくれて。バイバーイ。